皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はですね、今冬の時期1月なんですが、バラ、皆さん剪定の時期に入りました。1月遅くても2月までにはですね、剪定してほしい、さらに先に葉を落とすという作業ですね、今からやっていきたいと思うんですが、葉を落として完全に休眠させていただきたいんですね。で切って、さらにはもうつるバラなどは誘引という作業、こちら僕がですね今作っている東京都にございます尾崎フラワーパークさんという行きつけの園芸店さんで花壇作っておりまして、このバラ冬の剪定誘引、そして葉を先に落とすんですが、そちらの作業をしていきたいと思うんですけど、それに際してやっぱりグローブ、皆さんどんなの使ってますか？グローブ、ガーデングローブ、普段使っている草花用などでね使うような、これね、いろいろな園芸にも使えるし、いろいろなものですから、いわゆるグローブなんですけど、これだけだとまあトゲ刺さりません。痛いんですよね、ここからこのトゲ触ると刺さってくるんですよ、中まで。いてねってなるんですね。で普通にあの革製のね、やっぱり手袋使ってもらった方がいいんですけど、革でも結構刺さってきます。そこでおすすめ、なかなかね専用の厚手のねグローブ買えばいいんですが、結構値段も張りますよね。そんな時におすすめなのがこちら、100円ショップで売っているゴム手袋なんですよ。もうこちらも100円ショップで買ったものです。ゴム手袋、いわゆるねお掃除の時だとかキッチンなどでね皿洗い用につけたりするゴム手袋で OK。 これをまず最初につけます。こんな感じでつけます。え、これじゃあ刺さっちゃうでしょうって思いますよね。そう、このままではさすがにトゲ、いてててて刺さっちゃうんです。はい、ですけどここに、はい、もともと持っていたグローブを重ねてください。二重にしちゃうんです。じゃん、じゃじゃん、完成。これでかなり厚手のグローブの完成です。でこれでやってみますよ。ここ鋭いトゲ出てますね。いきます、ふい。もう何だったらトゲね、別に取っても問題ないですから。あ、全く痛くない。ほら、トゲ刺さったまま、全く指に到達してません今。問題なしです。でこれからちょっとやりますね作業を。例えばこういう葉っぱがある程度落ちてきたら、いよいよ休眠時期、もう体を休める、眠る時期に入ります。寒さで休むんです体を。そうなってきたら、これ変にですね、葉っぱが残っているとそこで光合成をしてまだ頑張ろうとするんですね。そうすると完全に休むことができないんですよ。こうなってきたらですね、もう葉っぱ取ります。この付け根ごと取っちゃってください。この葉っぱです、こういう感じ。これよくハサミなど使って取っちゃうことあるんですけど、ハサミなど使うとですね、あ、これちょうどよかった。ここ黒くなってるの分かります？これ黒星病の病原菌がここにもついちゃってるんですよ。こっち黒星病になってます。星のようにですね、黒い点々ができちゃうんですけども、これ糸状菌という糸の状態の菌が入り込んで、栄養を吸い取ってどんどん葉っぱが枯れていって株も枯れていってしまうっていうような悪さしちゃう、とっても困ったものなんですが、こっちにもついてるんですよ。で普通にハサミなどで切るとこの菌が残ったままになっちゃうことがあるので、必ず手で取ってほしいんですよ。そこでやっぱりトゲはね困りもんなので、これをグローブであればトゲが、はい、簡単に取れますね。トゲがこう全然恐れずにですね、でこの後ですね、さらに誘引もしていくので、こう横に曲げたいんですよ。全く痛くないです、嘘だと思うぐらい。ほら、もう余裕でトゲを今クイックイってこのまま取れちゃうぐらい。痛くない、痛くない、全くなんですよこれ。この二重にする、単純に100円ショップのゴム手袋を二重にするだけでトゲ対策になる高級グローブの完成なんです。こんなことを教えるとグローブメーカーさんに怒られてしまいそうな気もするんですが、もしよろしかったらね、困ったらこんな風にしていただくとですね、バラのこの作業の時はぜひおすすめです。あと他にもですね、サボテンなどやっぱトゲのある植物の時にこのようにしていただくとですね、刺さる心配が少なくなります。もちろん 100% ね刺さらないってことは保証できませんけども、ちょっと気をつけながらであればこちらでかなりね防げますから、おすすめです。というわけでちょっとねやっていきましょう。今回この後ですね、また誘引剪定
まあ、先に剪定です。剪定誘引していくんですけど、その前にできれば2週間ほど前にはこの葉っぱを全部落としておいてほしいんです。なので、はい、トゲ痛くない痛くない触りながらいけます。でこの葉っぱですね、葉っぱ、あ、ここもやっぱりちょっと黒星になっちゃってましたね。これ困りもんです。もちろん取った方がいい。でもこの付け根から取りましょう。はい、こんな感じで手で取るとですね、ちゃんとここ芽出てるの分かります？はい、次芽吹いてくれる芽が残るんですよ。この葉のついていたところに芽っていうのは出てきてますので、はい、葉だけを取る、この元をですね、はい、で芽は残すという感じです。ポイントは一つ一つはこんな風に葉っぱがだいたい5枚5枚葉って言ったりしますけど、そういったものについているこの葉柄っていう部分ですね、葉の茎の部分ごと取る、簡単に取れます。はい、これがポイントです。先の方ってやっぱり新しくできたところなんで取りにくいんですよ。なんで、まあ、中間のところですね、こういったところに今みたいな5枚葉などがついていたら全て取るということになります。で先の方は取りにくいので、でドムチ切るのでもう切っちゃいます。まあ、できれば芽を確認して芽の脇で切るような感じです。ここに芽がねあります。はい、で後でもっとねしっかり切っていきますから、ここはもう簡単で OK です。なんとなく大体で、あの難しく考えがちなんですけど、バラはですね切れば切るほど力をね残ったところに集中させて、より良い枝を伸ばしてしっかり花を咲かせてくれるということなんです。切るのをためらうより思いっきり切ることが冬は大事になりますので、今はあくまで葉を落とすところなので、葉のついているところは取って、でこの先の方は本当取りにくいので、もうどの道切りますから切り詰めていきます。こんな感じです。簡単なんですよ、ごめんよという気持ちですが、これはバラのためなんです。これ変にね葉っぱがついているとですね、あー休めないんだ、まだ頑張って生きなきゃっていう風になって光合成を続けてしまいますから、もう休んでいいんだよと、一回しっかり休んでまた春から生きてねと、そんな風に語りかけながらですね手助けしてあげてください。こんな感じ、ここぐーっと伸びてますね。思いっきり切ることにはなるんですが、ちょっと上の方だけ切っときましょう。はい、で本当くれぐれもですね、葉っぱの取った葉っぱが下に落ちちゃうので、それの取り残しはないようにですねしてくださいね。そこで土の方をね、それこそしっかり土、冬もですね土の再生チャンスなんですよ。寒さに当てて消毒できます。詳しくは別の動画上げておりますので、そちらご覧いただきたいんですが、せっかくそのようにしたのに、この黒星病の病原菌が下に落ちた葉っぱ残っちゃって、ここから土の方に入っていっちゃうなんてことになったら意味がありませんので、取り除いてください。はい、樹形が見えてきました。いやー立派に育ってくれたことが分かりますね、葉がなくなると。はい、こちらで葉をすべて摘み終えました。葉を取る作業です。こちらをですね、まあ、剪定誘引の作業の前、2週間ほど前にやっていただいて、一回株に光合成をさせない、もう休んでいいよと完全休眠にさせるということがポイントになります。でこの後ですね、まあ、2週間後できればその時に剪定そして誘引をしていきたいと思っております。ただですね、その時期が、まあ、剪定誘引の時期が2月遅くても2月までにやっていただきたい、寒いうちなんですよ。なので葉っぱを落とすの忘れてたという場合は一緒にやってもらっても構いません。葉を落とした時に、まあ、2週間経ったらもう3月入っちゃうよ、遅くなっちゃう、暖かくなっちゃうって時であれば、もう同じように今すぐ剪定誘引もやっちゃってください。はい、とりあえず今回はこのまま1回待ちたいと思います。以上、二階町の趣味は園芸チャンネルでした。なんといってもね、トゲ対策にはこちら、普通にね100円ショップで売っているゴム手袋使ってみてはいかがでしょうか。あ、ぜひこちら使ってしっかりね作業したいな、バラの剪定誘引もう怖くないよという方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。